バッキンガム宮殿。長年にわたってイギリス国王と女王の居城であり、イギリスの主要な観光名所です。バッキンガム宮殿が何百年にもわたって国王や女王の居城であったと考えるなら、最初の君主がそこに住み始めてから200年も経っていないと聞いて驚かれることでしょう。その君主はビクトリア女王で、彼女は1837年からここを居住の地と呼んでいました。彼女の記念碑は宮殿のすぐ前にあります。バッキンガム宮殿は800室近くある巨大な宮殿です。そのうち188室はスタッフの寝室です。そして大広間、オフィス、および約80のバスルームがあります。言うまでもなく、警察や診療所、郵便局、映画館、プールもあります。宮殿の裏側にはロンドンで最大の私有庭園もあります。そして夏には君主主催のガーデンパーティーが開催されます。バッキンガム宮殿は君主の本拠地ですが、故エリザベス2世女王は全ての時間をここで過ごしたわけではありません。週末にはバッキンガム宮殿よりもさらに多くの部屋があり、はるかに長い歴史を持つ西部にあるウィンザー城と呼ばれる別の場所に滞在するのが好きでした。バッキンガム宮殿を訪れ、現在の君主であるチャールズ3世国王が宮殿にいるかどうかを簡単に見分ける方法があります。宮殿の旗を見てください。ユニオンジャックの旗が掲げられている場合は、国王が不在であることを意味し、ロイヤルスタンダードの旗が掲げられている場合は、国王が宮殿にいることを意味します。ご存じないかもしれませんが、実際に宮殿の中に入って多くの部屋を見ることもできます。時間と日付はチャールズ国王によって変更される可能性がありますが、エリザベス女王の治世中には女王がスコットランドのバルモラル城と呼ばれる別の城に休暇で出かけていた8月と9月に入場チケットを予約することができます。もうあんまり時間がないので、あと一つだけ事実を話します。その事実は時間そのものです。驚くことではありませんが、巨大な宮殿内には約350個の時計があります。驚くべきことは、時計が正確に動いているかだけを確認する時計係がいるということです。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をお忘れなく。